はい、こんにちは、新庄です。ゆうです。僕たち国立大卒高学歴系 YouTuber でね、やらせてもらっていますけれども、はい、というのはまあ冗談でして、はい、まあ、これをね、いわゆる学歴マウントというんですけれども、はい、まあ、看護師ってね、どんな学校に行っていても最終的に行き着く先でやる仕事ってみんな同じなんですよね。そうですね、はい。なので、こう大学とか、まあ、専門学校とかいろいろあると思うんですけど、学歴って看護師において重要なのかなっていうことを疑問に思う人結構いると思うんですよね、うん、そこで今回はですね、看護師と学歴についてのお話をちょっとしていこうかなって思います。はい。まず単刀直入に、看護師にとって学歴は必要なのかと、重要なのかというところをちょっとお話していこうかなと思うんですけれども、うん、まず僕はですね、看護師にとって学歴は重要なんじゃないかと思うんですよ。重要ですか？はい。それはなんで？まあ、前提としてね、学歴が高いイコール、まあ、優れている人とか、まあ、優秀っていうことではないと思うんですよね。まあ、その学歴が高いっていうことだけをこうひけらかしてね、まあ、先ほどのようにマウントを取る人っていうのは、まあ、ろくでもないクズだと僕は思うんですけれども、まあ、その上でなぜ学歴が重要かって言いますと、まあ、例えば就活の場面ですよね。まあ、その一般企業と比べて看護師はその行きたい病院があってそこを落とされるってことは、まあ、あまりないかもしれないんですけれども、定員っていうのがあるわけじゃないですか。で、定員が決まっている中で、例えばこうどっちかを落とさなきゃいけないっていう風になった時に、最終判断としてこっちは聞いたこともないような学校だったとして、まあ、もう一方はまあ有名私立だとか国立大学だとかっていうのだった場合、まあ、やっぱりこっちの人取ると思うんですよね。どっちも一緒なんだったら、名の知れた大学に行ってる方を取るかっていう話になるんじゃないかなと僕は思うし、それが一般的な考えだと思うんですよ。僕は面接をする立場でも多分そうすると思うしっていうのがあるので、まあ、学歴っていうのはその自分の選択肢とか可能性を広げてくれる、まあ、一つのツールなんじゃないかなって僕は思うんですよね、まあ、そういう意味で学歴はすごい重要なんじゃないかなって思うんですよ。新庄君はどう思いますか？僕はですね、逆に学歴は看護師をしていく上では必要ではないと思います。なるほど、はい。それはなぜですか？今ね、井出くんがこう転職とか就職活動において学歴は有利に働くと言ったわけですが、うん、やっぱりね、こう導入部分としてこうそういった面はね、間違いなくあるとは思うんですよ、うん、ただやっぱり働いていく上でこう就職してからの方がやっぱり長いわけじゃないですか。まあ、もちろんそうですね。そうですね。で、看護師で働く上で、学歴をそんなに意識することがないというか、うん、まあ確かに言われてみるとそうかもしれない。だから一緒に働いてる人も大卒ですか、専門卒ですかとか聞きはしますが、うん、そこで何かこう優劣ができるわけではないですし、まあ、だからどうこうってことはないよね、うん、はないし、やっぱりね、看護師っていう仕事はコミュニケーションがすごい大事だと思うんですよ。おー、なるほど、うん、コミュニケーション能力って結局その人の問題だから、うん、まあ、専門だからできないとか 大卒だからできるとかそういうのは全くないと思いますし、うん、そういった面で僕は学歴は必要ないんじゃないかなと思っております。はい、ちょっと論破されてしまいましたね。まあ、ただその中でですね、まあ、僕はやっぱ学歴大事だと思うんですけど、はい、まあ、なぜ学歴、まあ、いわゆる学歴が高い人の方がこう重宝されるというか、まあ、その就職に有利だったりするのかっていうところなんですけど、まあ、これちょっと個人的な考えにはなるんですが、はい、一番思考力っていうところだと思うんですよ、うん、まあ、その思考力って何なのかっていうところなんですけど、自分はその学歴が高い方が今後就職とか人生においてこう有利に働くんじゃないかっていう、そこに至る思考のプロセスというか、うん、っていうのも大事だと思いますし、僕自身大学受験をするときにですね、本当に底辺学生でもうとてもとても国立大学に行けるような学力ではなかったわけなんですよ。下から数えた方が早いぐらいのっていうところから、でも目標をこう持って大学にまあ合格したいと、でそこに到達するまでにこう自分の中でどういう努力をしていったらいいかっていうのを本当にたくさん考えて、効率のいい勉強法とか自分に合った勉強法っていうのを模索しながらやっていったっていう、その経緯がすごく大事だと思っていて、まあ、その経験からこう自分で考えて行動するっていう力がついてったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、そういうのを全部ひっくるめて思考力だと思ってて、まあ、いわゆる学歴の高い人っていうのはそういう力をこうつけてきてるんじゃないかっていう、まあ、その確率が高いっていうのも思うんですよね。で、まあ、その思考力が高い人っていうのは仕事の場面でもこういろいろ生きてくると思うし、看護師ってやっぱ結構考えることが多いと思うんですよね。多重業務になってこう優先順位つけたりとか、患者さんの状態アセスメントしたりとかっていう、まあ、思考力を問われる場面っていうのはすごい多いと思うんで、そういうところでやっぱり学歴の高い人をね、こう
選ばれがちなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。その辺どう思います？確かにね、こうやっぱり高い目標を持ってこうそこに対して努力するっていうのはやっぱり自分の中でこう自信とかそういうのも作りますし、うん、目標を持って頑張った人はねこうしっかり自分で考える力っていうのはつくと思うので、うん、そういった点では思考力はしっかりついてくるのかなと僕は思います、うん、まあ、一概にねその学歴だけでその部分は測れないとは思うんですけれども、まあ、確率の問題ですよね、うん、学歴が高い人の方がまあそういう力が優れてる人が多いんじゃないかっていう、まあ、一般的な考えっていうのが、うん、まあ、今の世の中にはありますんで、はい、そういう面でなるべくこういい大学に行くとかっていうのは、うん、まあ、目標として目指していくのはいいんじゃないかなというふうに僕は思いますね、はい、ただ、環境でこうどうしても大学に行けない人とか、あ、そうね、こう社会人を経て看護師になりたい人っていうのは、うん、やっぱり現実問題こう大学に行くよりこう短期間で看護師になる方が手っ取り早いっていう人もいると思うんですよね、うん、確かに、うん、環境的な意味合いで専門を取る方も多いと思うんですよ、うん、やっぱりあのお金的なところであったりこう時間的なところであったり、うん、こうそういうところを踏まえてかあの専門を選ぶ人もいるので、まあ、その人たちが思考力が低いとは思いませんし、うん、まあ、そういった面では一概にこう学校だけでは思考力っていうのはね、まあ、そうだね、測れない、測れないかなとは思います、うん、まあ、看護師のね、うん、面接してる人たちがそこまで考えてるかちょっと分かんないですけど、うん、まあ、一般的にはそういう話がまあ多いんじゃないかっていうことですね、うん、で続いてなんですけれども、はい、看護師 の学歴っていうところでいくと、うん、まあ、さっきもちょっとちらっと話に出たんですけど、大学と専門っていう、うん、まあ、短大とかいろいろありますけど、まあ、今回は大学と専門についてのちょっとお話をしていこうかなと思うんですけど、これどっちの方がいいのかっていうのも、まあ、今まさにこう進路に悩んでる人とかっていうのはすごい気になるところだと思うんですよ、うん、ちょっとまず専門の方からちょっと話していこうかなと思うんですけど、うん、まあ、僕たち2人とも大学卒なわけなんで、うん、あんまりこう詳しく専門学校のことは知らなくて、まあ、聞いた話ではあるんですけれども、うん、まず学生生活っていう面で専門の方がこう授業とか実習がものすごくカツカツで、めちゃくちゃ忙しい、遊ぶ暇もないっていうような話をすごいよく聞くんですけど、まあ、そもそも大学は4年生で専門はまあ3年生というところでまあ1年違うわけなんで、でもやっぱ学ばなきゃいけないものとしては同じっていうのがあるんで、まあ、それは当然カツカツになりますよね。専門学生がもうみんな言うのは本当にもうめちゃくちゃ忙しかったっていうのはすごいよく聞く話なんですよね、まあ、僕らですらね、ひいひい言いながら、そうだね、学生生活過ごしてましたけど、それが僕らが4年かけて学んだものを3年で学ぶってことですからね、そりゃ忙しいですよね、うん、ちょっと想像を絶するような忙しさなんじゃないかなというふうに思うんですけど、ただ単純にねやっぱ1年短いっていうところで、まあ、3年でこう臨床に出れるっていうところがあるので、早く看護師として働きたいっていう人にはいいかもしれないですね、うん、まあ、その単純に1年少ないっていうところで、授業料に関してもまあその分比較的安くはなるっていうのもありますね、うん、今度大学についてちょっとお話をしようかと思うんですけれども、はい、まず大学に行くこうメリットとしては、うん、学士っていう、まあ、学位が取得できるんですよね、まあ、大学を卒業しましたっていう、まあ、資格みたいなものなんですけれども、まあ、さっきも言ったようにこう大卒だから偉いとか、うん、まあ、そういうことは全くないんですけれども、まあ、やっぱり就職に有利だとか、うん、看護師から例えば他の職業にこう舵切りをしたいっていう時も、うん、やっぱり大卒っていうその、まあ、学士っていうのがあるとその選択肢っていうのも広がってくるのかなというふうには思います。あと大学に行く中で一般教養の授業もね受けることができるんですよね。そうだね、専門学校に行くとやっぱ看護の勉強だけにどうしてもなっちゃうので、まあ、僕は飽きっぽいっていうのもあるんですけど、看護とか医療の勉強ばっかしてるともう飽きてきちゃうんですよね、うん、まあそこでなんかちょっとこうかいつまんで他の一般教養の授業とかもやると、まあ結構それが面白かったりして、そうだね、うん、それも魅力の一つかなというふうに思います。割とそこで興味持って他の分野に行ってしまう人とかもいるけどね、泣きにしもあるんですね、そういうことも、うん、結構やっぱそれがね面白いところだなって思ったりします。確かにね、あとこれ僕が通ってた中で一番強く思ったのが、看護以外の学生と触れ合うことができる、うん、交流があるっていうのがこれはすごい大きいことだなと思ってて、はい、でそもそも就職すると出会いってめちゃくちゃ狭まるじゃないですか、うん、でそれがもう看護師になると医療業界ってね本当にもう狭い、うん、こう凝り固まった世界なわけじゃないですか、ね、病院から外に出ない、はい、ってなってくると、もしこう専門学校に行った場合もうその先ほとんど医療従事者としか関わらなくなっちゃうんですよね、うん、なのでそれってすごいもったいないなと思って、うん、で僕は在学中にこういろんな学科の友達もできて、まあ、今も交流があるんですけど、そういうのがあると
看護以外の病院以外の情報がこう入ってきたりして、あそういうのもあるんだとか、いろんなことが知れて自分の視野がすごい広がるんですよね。それはあの人としても看護師としてもすごい大事なことだと思うんですよね。僕たちが患者さんとして相手するのはやっぱり医療関係者以外の方々なので、そういう人たちのこう人生を考えるとか、どういう生活してるのかなっていうのをこう想像することってすごい大事なことだと思っていて、そういう面でもこう大きいのかなというふうに思いますね。いろんな人と関われるっていうのは、まあ、大学のメリットではあるのかなとは思いますね。そうだね、なのでやっぱこう専門に行こうか大学に行こうかってちょっと迷ってる人がもしいるならば、僕としては大学への進学をちょっとお勧めしたいかなっていうふうに思うんですけど、新庄君はどうですかね。もうこれに関してはその人の目的というか、まあそうだねによるので、まあ、僕は大学を経験しているのでやっぱり大学を進めてはしまいますけど、例えばまあ早く看護師として働きたいとか、やっぱり家庭の環境だったりとか、そういう環境面っていうのはね、どうしても進路を選択する上でこうかなり響いてくると思いますので、どっちのねこうメリットデメリットをしっかり踏まえてこう選択するのがいいのかなと思います。なのでまあどちらがいいとはやっぱり言い切れないかなとは思うんですけどね。ただこう大学をおすすめするといっても、大学って結構こういっぱいあるんですけど、ね、中にはねこれあんま言いたくないですけど、とんでもないチャランポランな、ね、学校もあったりするみたいなんで、はい、僕はよく知らないですけど、なんかそういうのをね聞いたりするんで、はい、大学に行こうかなって思ってる人は本当によく調べた方がいいんです ね、まあ、教員であるとか、カリキュラムであるとか、あといろんな口コミとかもねきっとあると思うんで、そういうのをしっかりとこう熟考した上で大学を選択するっていうのがね本当に必要だと思います。なので気をつけてくださいね、はい、本当にとんでもない学校があるみたいなので大学ならどこでもいいとならないのでね、はい、しっかり考えた上で進路を選ぶと、はい、それは大事だと思います。まあ今ね、専門と大学の比較をさせてもらったんですが、まあ、一つねこう友達から、まあ、僕らのね友達からこう聞いた話で、専門卒の方が編入で大学に入ると、あいたね、そういう進路もあるよっていうのをなかなかあまりこう、そうだねメジャーではないメジャーじゃないし、こう僕らもそういう方法があるっていうのは全然知らなくて、まあそういう友達に会って、あそういう大学に行き方学士の取り方もあるんだっていうのを ね学べたと。その友達が言うには、大学に入るタイミングでも専門を卒業して看護師資格を持っているので、大学に通いながらこう老健で働いたりとか、あの看護師としての働き方をこうバイトでこういろいろね経験できるっていうので、あのいろんな経験をした上で働き始めれるので、そこはすごいいいポイントだなっていうのはね言ってましたね、編入試験もね意外と倍率が低いみたいで、らしいね、穴場だとか言ってましたけど、あとはまあ最悪落ちたとしてももう資格を持ってるから、まあ働きゃいいかみたいなっていう、なんか一応保険みたいなのもあったりして、結構ねこれはいいんじゃないかっていうふうに言ってましたね。専門行って保険、やっぱり保健師として働きたいとか思った人はね、そこから大学を目指すとか、そういうやり方もすごいありなんじゃないかなと思います。なんか編入生楽しそうだったよね。楽しそうだね、みんなね。結構気持ちの余裕があるような感じで。そうそう、みんな看護師資格を持った人たちだから。そう焦りはね、あまりないのかもしれないっていうのも失礼だけどまあでもなんか楽しそうになった、そういう進路もまあまた一つありなのかなっていうふうに思いますね、というわけで、まあ大学とね専門と比較してきましたけど、まあ結局のところ就職してしまえばもう学歴なんてものは正直全然ね感じたことないんですよ。そうだね、まあいろいろ言ってきましたけど、なので、まあ、どこがいいだとか専門がいいだ大学がいいだなんていうことは非常に不毛な争いなんで、やめた方がいいです。そんなことまで話してね議論になりません、はいはい、まあ、結局はもう自分に合った進路を選択するだけということなので、本当に自分がどう生きていきたいのかとか、自分の置かれている環境がどうなのかっていうことを考えて、そこから慎重に進路を選択するっていうのがいいんじゃないでしょうか。はい、しっかり目的を持って、そうね、看護師としてどういうふうに働きたいのかとか、そこをねしっかり自分で考えた上でそこまでの経過プロセスを選ぶっていうのがね大事なんじゃないかなと思います。はい、国立卒高学歴 YouTuber からのありがたいお言葉でした。しっかり最後にマウントを取っていきますね。こうはならないようにしましょう。まあ、ただちょっとだけね、あの大学卒でいいことがあるとしたら、まあ、就職するとちょっとだけ給料がいいんですよ。そうだね、ちょっとだけ、これは専門卒の人には申し訳ないですけど。でも気にならない程度ですよね。
ちょっとだけ本当にいいんで、そこがね、大学出てよかったなと少しね、こう思えるポイントなのかもしれないですね。リアルに感じるところですね、はいはい、というわけで今回は看護師と学歴というところについてお話をしてきました、はい。まあ、結局看護師として働くからにはもうなってから頑張ればいいと、はい、問題はそこから、うん、本当になってからどれだけ努力できるかっていうところだと思います。それ次第ですね。仮に今後受験に失敗してしまったとか、うん、そんなことがあっても全然気にする必要はございません、はい、僕なんか5年も大学に行ってるんでね、うん、大丈夫ですよ。大学を楽しんでますので、はい、終わりよければ全てよしです。国立入ったからといってそれがゴールではないのでそこでつまずく人もいますから結果卵がクズになったっていう、はい、まあ、ところではね、もう何でもいいんです、はいはい、これから進路で大学行こうか専門で行こうか迷ってる人はね、ぜひこの動画を見て少しね、こういう考え方があるんだっていうのをね、分かってもらえればいいのかなと思います。あまり考えすぎず、はい、気楽にやりましょう、はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。コメントしてね。